津島は日本海軍の防護巡洋艦。ニータカ型の2番艦である。艦名は旧国名津島国にちなんで名付けられた。1901年、クレコで寄港。1904年2月14日に巡航し、山東巡洋艦に類別。日露戦争では、ウルサン沖海戦、宗谷沖海戦、日本海海戦等に参加。 1912年8月28日、二等巡洋艦に、東急変更。第一次世界大戦では、スルー海、インド洋、南アフリカ水域での作戦に従事した。1919年から翌年にかけて、シベリア出兵に伴い遠海州、北カラフト警備に従事した。1921年9月1日に東海防艦に、類別変更された。 翌年から1935年まで、ほとんど中国警備に従事し、1935年に、横須賀海兵団練習艦に指定され、係留して使用された。1939年4月1日に除籍され、雑役船に編入、横須賀海兵団練習船に指定され、係留して使用。翌年4月1日、配管第10号と、歌唱され、横須賀海兵団練習船。 さらに公開が高応急練習船として使用されたが、1944年中頃、三浦半島大津海岸で来撃訓練標的として使用し、漏水により沈没した。日本海軍士第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。